どうも見取り図です。今回は、はい、ギャオの木梨の回ご覧になっていただいた方もいるかもしれませんが、はい、なんと木梨憲武さんに木梨サイクルオリジナルの自転車をね作っていただいたんですよ、はい、その様子は木梨の回をご覧いただきたいんですが、ギャオです、ここからはですね、はい、撮りに行こうということで、うん、YouTube を回させていただいております。木梨さんの事務所に置いとくから、そうそう、勝手に撮りに来いよみたいな。だからまあまあ悪いことはしてない、悪いことはしてないです、その泥棒じゃないです。ちゃんと許可を取って、そうそう、僕たちは来させてもらったわけです、うん、なので今麻布十番に来ております。はいはい、あなたはいいそこですよ。そうです、そうです。もうさっき歩いて50歩ぐらいで来ました。50歩でほんまに来れるぐらいの距離感やな。お前はええやん、うん、チャリを引き取ってな。50歩でまた帰りますから、はい、俺マジで死ながらこの灼熱に、この灼熱の中俺マジで小出持って帰るからね。でもそれはそうですよ、もらったんやから。無理、カメラ自分持って帰る当然。もう無理、 YouTube ですってこれ。せめてどっちかついてこい。いやもう一人だ、一人で。ほんまの YouTuber 俺一人でそんなんしてたらまあ YouTuber ではねえけど、はい、こちらの事務所ですから、もう下のね駐車場鍵開けてくれてはるんで、のりさんはいないんで、はい、事務所よこれ、やばすぎて。そうなんですよ、夢ありますわ。めっちゃ行く、行きましょう。すげえ、見てください、これですよ。これね、リリー君どうですか。いいね、ポイントは直々に買ったもの買ってくれた。こだわりはこのダメージ加工で、わざと錆びれた感じにしてる。綺麗な、綺麗な錆び方してる。いや、おしゃれや。僕らのためだけに。あ、次見てください、僕のこれ。鬼ハンですよ、鬼ハン。いいよな、いい、ちょっとしたハーレーみたいな感じでね。ただ目立つ、目立つ。かぶないし、これもダメージ加工。結局一番嬉しいのがこの木梨サイクル道具だな。そこがポイントは。ちょっと乗ってみる、乗り姿も皆さんに、ね、東京の街を自転車は嬉しいな。でも自転車ないっすよほんまに東京って自転車見えへん。あるけど、あんま乗ってない。ええやん、リリー似合ってんだよ。いや、ちょっとレトロな感じがいいな、どっちも。あの、昭和初期のあの郵便局員みたいな。商店街どこ、ついでにちょっと麻布十番案内してくれよ。ここに、元麻布川。あれ超有名な人が住んだ。何あのタンブラーみたいな形。でも高いやん。で、ペントハウスって言って一番上とかあったら400、500。あれ有名なの。有名。いいね。今、僕たちは麻布十番を自転車で走っておきます。こんなコンビおるんかな、麻布十番。麻布十番ってこんな鬼ハンドルおっていいんじゃないなあ、マジでおらん。南大阪だけじゃないの、パークが多いな。あ、こちら、誰か、誰か、すごい、やっぱり皆さん上品やな、これいいね。あ、ここでサムネ撮る、ここでサムネ撮ります。はい、あれ木梨の会のクルーです。いや YouTube です。ああ、全然もう気になる。いや気になるやん。デジ1、ゴープロ2で。気にしないでください、無理です。あれですよ、自転車取りに来られたそうです。あ、僕ら前お世話になったじゃないですか、はい、YouTube で自転車を取りに行こうっていうね、はい、緩い動画を撮ってるんです、はい、で僕たちそこになんか何も対応絡まないので、もう気にしないでください。気になるって感謝だけなので、
何監視って僕の持って帰るだけですよ。いやいや、友達とのこと知るから。友達との まだ言うてはるんですか。キッチンいないっすよ。あー、サイクリング行くとね、サイクリング行くって言ってました。行くんじゃねえか、ノリさん、そんなに繊細だったんですか。そんな気にしてはるんですか。台本とか読まれてる。あんな企画とかも全部無視してやる人が、僕らがチッチと抜け駆けして自転車旅してるんじゃないかって。え、これ本当に家の中だけ。そうです。だから何の感じなんて悪いですね。ちょっと やめてください。いやいや、警察24時みたいな映像やめてください。どういう状況でしょう。 YouTube、 はい、ね、そう、え、どういう編集なの。対立してるから、バチバチの感じで。そこが引っ張ってるって取り合ってさ、喧嘩見越しみたいになってるんですよ。クルー同士が10番で一番汚いですこのクルーが10番で一番汚いですよ、この連中。もうほんまにダメですよ。さようなら。出た出た。木梨の会は隠し撮りしてた。あの、ハゼにですね、 YouTube と矢尾木梨の会の映像を見せた。そう、だから矢尾だとこの映像ですよ。YouTube だとこれ、ギャオだとこれ、YouTube だとこれ。これあの切り替えてる編集を頭の中でやってみます。じゃあ、あの止めや、赤いネックマークが止まらんから俺らずっと立ち位置でおんねん。早それ止めてくださいよね。とりあえず最後に気をつけてください。ありがとうございます。暑い、暑すぎる。とりあえず、今白金高輪駅まで来ましたけど、今はちょっと休憩で、汗すごい、汗がすごいよ。自転車で帰るんじゃなかった。というわけで着きました。のりさん、ありがとうございました。疲れました。